レスリング柴田三條。はい、どうも柴田です。昨日ですよね。NHK 党のガーシーが国際指名手配された件についてお話ししようと、でお話、まあ僕がなんかなんとなく思ったことをお話ししようと思います。はい。ガーシー、まあ結構もうニュースになってるんでね、皆さんももちろん知ってると思いますが、ガーシーがですね、国会議員に当選するも一度も国会に登院することはなく、結局ね、国会に来てね、陳謝しなさいと、謝りなさいと、言われてたのに行かなかったと、謝らなかったということで、ガーシーが国会議員を除名になりまして、で除名に なったもうそのタイミングで、なんか不逮捕特権っていうね、国会議員は逮捕されませんよっていう特権がなくなったから、警視庁がこう逮捕状を、作ってですね、ガーシーを、まあ、国際的に指名手配すると。でなんかガーシーが今いるドバイっていうところが、なんかその要は身柄をね、こう引き渡さなきゃいけないみたいな条例というか条約というか、国同士のね、そういうあれがないから、だからガーシーは結局、日本に強制送還されることにはならないから、俺は別にもう捕まんねえよ、日本に帰んねえよって言ってガーシーが言ってるし、あとはその立花党首とか堀江門とかも、まあ、彼は捕まることはないでしょうねみたいなことを、まあ、言っているという感じで、まあ、実際どうなんだろう、まあ、テレビとかではね、とはいえ警察もね、こう威信があるから、なんとかかんとかこうね、絶対その捕まえる方向に行くだろうみたいな、捕まることになるだろうみたいなことを言っているコメンテーターなんかもいたりして、まあ、そこら辺僕ちょっと詳しくないんで分かんないですけどね。うん、でただね、僕が思うのはね、まず2つありまして、まず第一に、まあ要はこんなものはまあみんなも思ってることだと思う、まああんま言うとね、訴えられ、ね、スラップ裁判を仕掛けられるから怖いんだけどさ、だからさ、もうもともと言うとさ、なんでみんな投票するんだよっていう、だって要は海外からさ、日本の要はタレントだとかなんとかのさ、暴露ネタで暴露してさ、でそれで要はそのお金を得てる人じゃんよ。でしかもさ、正義のためとかじゃない、自分の私腹を肥やすために、自分の飯のためにするために、こう自分が昔関わった人たちの暴露をこうしてるわけでしょ。まあ、いわばもう柴田だよね、もう。まあ、柴田はそこまで悪質な暴露とかはしてないけれども、誰か人の貶めるような、人を落とすようなことを言って、こう日銭を稼いでるわけじゃないですか。で、みんな柴田が、僕がじゃあ国会議員に立候補しますって言ったら、みんな柴田に投票するか？絶対やめとけ。柴田が、俺選挙に出馬するわって言って、ね、その、何の選挙でもいいよ、その市議でもさ、区議でもさ、県議でもさ、国会議員でもその衆議院参議院でもいいけど、柴田が出馬するって言って、絶対に柴田に投票するんだよ。だって人の悪口を言って飯食ってるようなやつだよ。そんなやつに投票すんなよっていうことじゃねっていうだってで人のさ、その要は触れられたくないところをさ、下の部分とかをさ、わざわざ暴露してさ、それで飯食ってるようなやつにさ、投票すんなっていうのいやでも、もしかしたら投票した人のね、気持ちとしてはね、要はその国会議員もね、いろいろこう陰ではね、こう悪いことをやってそうじゃないですか。でそんなね、国会議員の悪いところをこう自らが国会議員になって、そしてそのガーシーが国会議員になってこう暴露することによって、まあ逆に秩序が良くなるんじゃないかみたいな、風紀委員みたいな感じになるんじゃないかみたいなっていう気持ちでね、もしかしたら投票したかもしれない。まあ、ガーシーもそんなこと言ってたよね。寝てる
ね、国会で寝てるおじさんの頭をひっぱたくとか、国会議員のこうどんどんねこう情報発信していくみたいなことを言ってたと思うんだけど、それはあの国会議員の仕事じゃないと思う。それは週刊誌に任せとけっていう。国会議員の仕事ってその国会議員のなんかこうやってる悪いことを暴露することが国会議員の仕事じゃないからね。うん、国会議員がやっている悪いことを暴露するのは、まあ、ニュースだったりとか、まあ、その週あのざね新聞だったりとか、まあ、週刊誌だったりとか、まあ、メディアだよねの仕事であって、国会議員のやってる悪いことを正すのは国会議員ではないから、それが仕事じゃないから、だからガーシーを国会議員にしようっていうのがそもそもなんかなんで投票すんねんってまずは思った。なんか聞けば東京の港区とかの港区に住んでる人の投票が多かったみたいなデータもあるらしくて、要は普段そうね自分の生活があんま逼迫してないというか、割と自分はまあ生活全然大丈夫みたいなね、人が投票してるんじゃないかみたいなね話あるよね。要はもう自分はすごい貧しくて、働いてもお金がたまらないし、こう育児や子育てお金が消えて生活するのも満足な生活ができてないと、もっとこの日本がもっともっと良くなればいいのにって切実に思っている人たちはきっとそこには投票しなくて、まあ割と裕福に、なんていうの過ごせていてね、暮らせていて、でなんかこう、まあ、心にゆとりがあるというか遊びがあるというか、まあ、そこまで生活に逼迫していない層が投票してるんじゃないかみたいな、まあ、そういう話もあるのよというところでね、なんかね、要はまあ結果的にはさ、もう今は逮捕状が出ちゃった、まあ犯罪者予備軍みたいな感じじゃないですか。でそんな犯罪者予備軍に投票するなっていうのっていうふうに俺思うね。そもそもなんで当選してんねんと。有名人だから当選で、有名人だから投票するとかってそういうのじゃねえだろ選挙はってね。なんかどうなんだろう、結局ね、ちょっと有名だったらね、東京の区議とかね、そこら辺の市町村の市議とかには慣れちゃうからね、なんか有名なだけで当選しちゃうのもどうなんかなみたいな、で有名人のセカンドキャリアみたいな感じでさ、なんかこう食えなくなったプロレスだとか食えなくなった芸能人が、選挙に立候補して当選して、それでね、年何千万かもらえるみたいなのって、なんかもう半分ちょっとビジネスになって、セカンドキャリアみたいな、ビジネスみたいになってねっていう、国を変えたいとか国を良くしたいとか、この街を良くしたいっていうものとはなんかちょっと違うところに行ってて、なんかこう、でもまあしょうがないのか、それがねこの国のシステムだからしょうがないのかもしれないけどさ、なんかこう有名だからね、投票するっていうのも違うんじゃねえのみたいな。だからそもそも選挙に投票する我々にある程度のこう政治リテラシーとかがある程度のなんかこうハードルがないと、なんかこう誰でも彼でも投票できるっていうのがそもそもちょっと、まあそれも違うのか、民主主義じゃないもんな、投票する側にハードルを設けるのはね。ただなんかね、なんかいたずらにさ、こうただ有名人にとか、ただ悪ふざけしてるやつにみたいな、いっぱいいるじゃん、選挙で悪ふざけしてるやつ。ただいたずらに選挙で悪ふざけしてるやつに投票するようなやつもいるわけで、そういうやつらをなんかこうなくすシステムをね、こうなんかね作れないもんかなっていうのでね、まあ、結局、まあ、何が言いたいかっていうと、まあ、そもそもなんでみんなね、国際指名手配されるような人に投票して、しかもその人が当選してんねんと、とは思うよね。まあまあ、あと比例っていうのはあるのか、なんだけど、って思うのと、あとはまあなんか今回の件でなんて言うんだろう、得したのって
立花投手だけだなって思った。立花投手というか N 国党だけが得して、結局ガーシーは得しなかったんじゃないかっていう。立花投手もね、なんか日本に、ね、帰ってくる必要はないとか、全然帰ってこなくても大丈夫だからって言って口説き落としたみたいだけども、まあ、実際に帰ってこないと、帰ってこないからこんなことになっちゃったわけだよね。で、ひょっとしたらね、政治家にならずにね、おとなしく目立たずさ、海外からさ動画を発信してるだけだったら、わざわざね日本から逮捕状をこう出されてさ、国際指名手配になることもなかったかもしれないじゃん。でも立花投手に口説き落とされて、国会議員に出馬して当選しちゃって、で結局大丈夫だよ、日本に帰ってこないからって言われて、まあじゃあいいか、帰んなくていいならいいかって言って、で帰ってこなかったらこうなっちゃうみたいな。で結果的に何が残ったかっていうと、その国会議員としての権利が、ガーシーが除名になったことで、こう、まあ、宙に浮いて、でもそれはなんか N 国党にあって、じゃあ N 国党の別の人が繰り上げ当選になってみたいな。で N 国党は議席を失わずに、その1議席ゲットしたまま、要は、利益としては N 国党の利益になるっていうところで、なんか結局立花投手の丸儲けみたいな感じでね。だからね、あの人ね、ほんと多分めちゃめちゃ頭いいのよ。頭良くてかつ超怖い、なんか全部持ってっちゃうから、だから俺立花投手からたまに電話が来るのよ。たまに電話かかってきて、でしかもなんか俺番号登録してないから、知らねえ番号からいきなり電話かかってきて、出てみたら「はい」って言ったら、もしもし立花ですって言うから、立花投手が電話来た瞬間切るからね。俺はこの人と喋って、この人と関わって、何一ついいことはないから。なんだったら動画を出すのもね、動画を出すのも再生数の割にね、あの人に目つけないのが怖いからさ、だからなるべく関わんない方がいいと思って。あの人に関わるとこう絶対損をすると思ってるから、極力触れないようにはしてるんだけどね。っていう感じで、ガーシーも結局あの人に絡んでしまったかばかりにね、損しちゃったなっていう感じで、かわいそうにね、外国で一人でねやってりゃいいものをさ、なんかなっていう感じですね。あと思うのは、もうどうせあれでしょ、名誉毀損とか威力業務妨害とかなんとかなんとかでしょ。初犯でさ、実刑くらわ、まあ、実刑っていうか、その要はあれでしょ、牢屋にぶち込まれることはないでしょうね。執行猶予か、罰金刑法は執行猶予じゃないの。なんかあれだよね、故郷日本をなんか捨てるんだね。なんか分かんない、俺がちょっと考え方が古いのか、日本が大好きなのか分かんないけども、なんか日本にもう帰らないって言ってるわけじゃん、ガーシーが。それすごくないっていう、寂しくないのみたいな。故郷はないの、寂しくないの、友達は日本にいないのっていう、ね、思うね。なんか故郷を捨てて二度と日本に帰れない、日本人なのに二度と日本に帰らないっていう選択肢を取っちゃうんだみたいな。それってすげえ寂しくていいのかな。まあいいんだろうなっていう、いいんだろうからそう言ってんだろうけど、なんかね、普通に日本に帰ってきて素直に事情聴取に応じて、でまあね、名誉毀損だとかさ、威力業務妨害でさ、まあ一発執行猶予とかついてもさ、まあおとなしくしてればいいんじゃねえのっていう。なんか今回の件でね、結果日本にもう一生帰れなくなりましたって、なんかすげえ損してる気がするなーって。僕はガーシーのね、その選んだ選択をね、それって損じゃないのかなみたいな、そこまで逮捕されるの嫌なのかなってちょっと思いましたね。まあでも、まあね、まあ、お金も多分俺が思ってる以上にお金たくさん持ってて、まあ、日本にもね、何の未練もないからそういう選択をしてるんだろうけども、まあ僕はちょっとなんかいろいろなんか理解できないというかね、ああそうなんだっていう感じでしたね。
はい、っていう感じのことを思いました。はい、そんな感じですね。はい、またまあ、あんまりね触れたくないからなんだけどね、また大きななんかこうことが起きたらですね、この件について、まあ、また進捗があったらですね、動画を出すかもしれないし出さないかもしれません。はい、そんな感じで柴田が、まあ、ガーシーのね、指名手配にちょっと思うことをお話しさせていただきました。はい、柴田でした。バイバイ。友達も明日は切らずにいられない。